こんにちは、キューブです。本日ご紹介するアイテムはこちらです。トミカハイパーシリーズハイパーグリーンレンジャー3号レンジャートレーラーです。変形ロボトイ専門のチャンネルなのになぜトミカなのかっていう声が聞こえてきそうですが、実はトミカなのにこのアイテムはロボットに変形するんです。今回のアイテムはギミックがかなり豊富にあるので動画を2つに分けます。1回目の今回は開封から組み立てとこのレンジャートレーラーの完成までです。ではレビューしていきたいと思います。ちなみにハイパーグリーンレンジャー3号と名前に書いてありますが1号2号もあります。ですがロボットに変形するギミックを持っているのはこの3号だけなので3号しかレビューしません。あしからずご了承ください。パッケージはこんな感じです。ギミックがすごいたくさん書いてありますね。後ろにもギミックに関することが盛りだくさんで書いてあります。反対側は商品写真。箱が結構太いので上も写真が大きいですね。画面のほとんどを占有しているので箱の時点で何か大きさの分かるものと比較してみましょう。リーダークラスのオプティマスを並べるとこのぐらい。箱結構でかいです。ちょっと撮影スペースギリギリすぎてだいぶ辛い絵になってますが、手近にあったトランスフォーマーの中で一番箱が大きかったのがこのビーストハンターズのビーストハンターオプティマスプライム、スプリームサイズのアイテムですね。それと比べても長さはまだ大きいです。ではいよいよ開封していきたいと思います。おいっぱい入ってますね。結構な量のシールを貼るみたいです。ただ大きさの割に説明書は薄っぺらいですね。箱の中身はこんな感じになってます。付属品が1袋。あ、これ限定アイテムですね。今頃気づきましたが初回限定アイテムが1個入ってるって書いてありますね。ドリルアーマーゴールドバージョンって書いてあります。あとキャブラ式ものとバギー本体、これがこのチャンネル的にはレビューの目玉ですね。あと箱の一番下にかなり面積の広いキャリアパーツがついてます。コロが 3×4 の12輪もついてて相当大きいです。取扱説明書とシール以外のものを全て並べるとこんな感じです。レンジャーバギー本体とレンジャーキャリア、そしてこれはレンジャーキャリアにつけるキャブパーツみたいですね。この辺りは初回特典を組み立てるためのもの。あとはレンジャーバギーに取り付ける武器類と、これについてはエナジーポッドって書いてありますね。パッケージを見るとハイパーエナジーっていうのを採掘しているシーンが書いてあるので、このエナジーポッドというのは採掘したハイパーエナジーを持って帰るための容器みたいなものかもしれません。ではシールを貼っていきましょう。はい、一通りシールを貼り終わりました。奥まったところに貼る箇所も少しあったんですが、局面に貼る場所が一切なかったのですごく貼りやすかったです。では組み立てていきましょう。まずマルチキャノンをバギーの上につけてキャブを閉じてからキャリアのこの部分に取り付けます。初回特典の組み立ては見たまんまですね。というわけでこの3つの車両が出来上がりました。それぞれ結構大きいです。ではレンジャーバギーのスタイリングを見ていきます。トミカっていうアイテムの性格上ビークルモードがメインのようなところもあるので、タイヤはもちろんコロで極めてスムーズに回ります。あと大きさはかなりあるんですがそれほど重たくないですね。ちなみにパトライトの部分は全て塗装の赤でクリアパーツなどにはなっていません。フロントから見た時に見えるライトやウインカーの類はほとんどがシールですね。リベンジオプティマスと比べるとこんな感じ。全長は少しだけ短いです。でも車幅はバギーが勝りますね。まあトランスフォーマーのイメージでいくと十分前半分のバギーだけで波のリーダークラスぐらいの大きさがあります。いくつかギミックを搭載しているんですがロボットモードにした後に発動するものなのでバギーの状態ではこれといったギミックはないです。では次にレンジャーキャリア、これは平たい分占有面積はバギーより大きいですね。ギミックとしてはまずスロープが下がります。あと車体の横に小さいスイッチがあってこれを押すとこういう風にスロープが上がります。先ほど倒したスロープと合わせてこうやって荷台に搭載したものを発進させるギミックですね。あとキャブの部分はこういう風に引き出すことができてトレーラーのように角度がつけられます。それとキャブの上のここにスイッチがあってこれを押すとこういう風にドアの部分がスプリングで展開してフィギュアを乗せておけるシートの部分が現れます。このレンジャーキャリアがどのぐらい大きいかというとこの通り前半分のバギーを丸ごと車載できます。
この状態でさっきのギミックを使えば発進遊びもできます。ちなみにスロープは手で引き上げればこのぐらいの角度まで上がります。バギーのリアにあるこのジョイント2つ、それとキャリアのキャブにあるこのジョイント受け2つ、これを合体させてキャブの部分を引き出せば完成、レンジャートレーラーです。いや大きいですね。ではちょっとうまくやれるか分かりませんが、レンジャートレーラーの状態でのスタイリングを確認してみましょう。こんなに引いたカメラでスタイリング確認するの初めてですね。リーダーオプティマスと比べても後ろ半分だけでこのサイズ感ですし、例によって発進できます。キャブはこのくらいまで角度がつきます。バギーとキャリアはしっかりとしたジョイント2つでがっちり接合しているので、こんな風にキャリアだけを持ってもバギーごと持ち上がります。まあ最もできるっていうだけで安定はしないのでおすすめはしません。ちなみにご覧になってわかる通り、レンジャートレーラーの形態にすると前後合わせて16輪ものタイヤがついているんですが、この通り前と後ろで全くタイヤの径も違うのに16輪全てがきちんと効いて滑らかにコロス走行します。この辺はトミカの面目躍如ですね。素晴らしいです。以上、トミカハイパーシリーズハイパーグリーンレンジャー3号レンジャートレーラーのレビュー前編いかがだったでしょうか。次回の動画ではいよいよこのアイテムのメインギミック、レンジャーバギーから探査ロボへの変形を中心にレビューしていきます。探査ロボのメインギミックはトミカが1台あった方がレビューしやすいのと、ここに人が1人乗って初めて様になるようなオープンコックピットなんですよね。なので同じハイパーグリーンレンジャーのフィギュア付きトミカを2台用意してみました。次回はこれと絡めてレビューしていきたいと思います。では次の動画でお会いしましょう。キューブでした。楽しんでいただけたでしょうか。チャンネル登録はこのすぐ下にあるボタンから、スマートフォンやタブレットでご覧の方は動画の下の赤い登録ボタンから登録できます。よろしくお願いします。トミカこうして持ってみると重たいですね。見た感じもダイキャストの塊っていう感じの豪華な質感です。2つを並べて持ってみるとこんなに小さいのに、探査ロボよりちょっと軽いぐらいですね。でも考えてみると商品そのものの質感もあるんでしょうが、スロープで発進させるギミックなんかが綺麗に決まらないっていうところもあって重いのかもしれませんね。次回レビューしていきます。お楽しみに。